ッシュレディオ。さあ始まりました、アッシュレディオのお時間でございます。おはようございます。おはようございます。最近天気めちゃめちゃいいですね。ああ、まあ良かったり悪かったり。確かにそうですね、雨も降ったけど、でもいい時はすごい快晴じゃないですか。そうね、やっぱ気圧の影響ですかね。まあそうだね。以前にちゃんと勉強させていただいたんで、気圧の影響ですごく天気がいいですけど、本日はなんと質問がたくさん来ているんです。ほう、本当にありがたいことに。ありがたい話だね。はい、たくさん質問いただいているので質問を読み上げさせていただこうと思います。質問失礼します。ありがとうございます。ふとニュースを見ていて、気になったことがあったので、芦名さんに質問させていただきます。ほう、朝から少々ネガティブなニュースですいません。景気と犯罪率についての質問です。ほう、ちょっと前に小田急線の電車内での無差別通り魔があり、世間が騒然したニュースがありましたが、つい先日のハロウィンでも京王線内で無差別通り魔がありました。コロナが落ち着いたと思ったら、今まで以上に幸福度、自己肯定感という社会課題が可視化されてきたように感じます。やはり景気と犯罪率は比例するのでしょうか。だとすればさらに向こう数年で犯罪が増える世の中になるのかなと感じました。芦名さんの見解をお聞きしたいです。よろしくお願いしますという質問。はい、ありがとうございます。確かにありましたね、これについては。まあ、景気と犯罪っていう相関は必ずあるんじゃない。なんかやっぱその抑圧からの解放みたいなところで、やっぱ、まあ、全ては承認欲求だから、はい、なんかその自分っていう存在を見てほしいっていうことだよね。なるほど。だ、子供と一緒だね。あ、なんか注目してくれなかったらダダを怒れるみたいな。はいはいはい。自分の承認欲求を満たしたいがために注目してもらいたいから、そういうところで例えばそこ通り魔になってしまったりとかっていう、だいろんな辛いことがあったんじゃない。ああ。なんかコロナで会社が潰れちゃって仕事がなくなったとか、はい、でそのタイミングで好きだった女の子に振り向いてもらえなかったとか、あ、でそのタイミングでなんかあの同僚とか後輩に、はい、あの人キモいよねって言われたとか。ああ、なるほど。いろんなものが重なってっていうことですか。そうそうそう、なるほどな。まあでもみんなすごくちゃんとしてる方だと思いますよ。逆にですか。うん、おお。だってみんなが物を盗んじゃいけないっていうことは当たり前に分かってるじゃん。そうですね。電車にただで乗っちゃいけないっていうこともみんな分かってるし。そうですね。スーパー行ったらそこにあるものを食べちゃいけないってみんな分かってるし。そうですね。いや、それはすごい平和な話だよ。確かに日本ってそうですね。うん、スーパーで置いてあるブドウとか絶対食べないですもん。だから世界、日本基準なら世界基準で言うと安全を買うっていうのが世界基準だから、ね、はい。日本だと安全とか治安っていう考え方がそんなにないじゃん。はい。だから電車に乗ってて、はい、そういう人がいたら、なんだろう、その人が悪いみたいな話。そうですね。でも世界基準では、はい、その電車乗ってる自分が悪いんだから、ね。だってスラム街の地下鉄で絶対乗るなよって言われてる、はい、スラム街の地下鉄で襲われた、乗ったやつが悪い。確かに。でも金がなかったからそれにしか乗れなかったわけでしょ、はい、っていうとそういうことに巻き込まれるわけ。なるほど。だから日本がまだちょっと安全すぎるというか、はい、その治安が悪いとか、はい、人は悪いってことを知らなすぎる。平和ボケしてるってことですか。そう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 。ああ、なるほど。でそれはそれですごくいいことなんだよ。はい、日本という国が素晴らしいってこと、はい、だから自分の身は自分で守らなくちゃいけないし、はい、治安の悪いところに住んじゃいけないし、はい、だから本当にアメリカとかだとビバリーヒルズとかもそうだけど、はい、もう全部高いわけ家賃が。それはもう高いからここに変な人を住み着かせないっていうだけのためにだけに高くて、なるほど、ちゃんとこう仕上げていって。全部自責任して、もう乗ったもん、まあ、それこそね、ビーツの参加長でも言ってると、自分の人生に責任を持つっていうことは、そう、それにも付随してくる。そうそうそう。全部お前が悪いだろっていう話なんですね。だってそれさ、殺されちゃったりとかさ、はい、包丁で切られちゃったりしたらさ、はい、別に文句言ってもいいけどさ、はい、もう痛いのはしょうがないよ。確かに。文句言って解決する問題じゃないじゃん。はい、でも日本人の多くの人はやっぱりなんか文句言ったらなんとかなると思ってる人結構多いよ。ああ。
確かにそうかもしれないですね。文句言ったって何にもならないんだから。よくなんかリベンジがあるじゃん。はい。復讐。はい。復讐でよくあるのはさ、そのはただ自分が子供を殺されて、はい、親父がその犯人を殺すみたいな。はい。でもその犯人を殺したところでその子供は帰ってこないわけ。はい。確かに。だから何ももらえないんだよ。はい。なるほどな。逆にアシャさんがその立ち、じゃあその、誰かを殺されたとかっていう立場を立つとするんですよ、一番身近な人が、うん、そしたら自分はどういう行動をするんですか。いや、めちゃめちゃムカつくし、めちゃめちゃ悔しいけどしょうがない。なんか結構テレビとかで僕も見るんですけど、例えば、まあ、その留学先で、ね、何かがあったりとか殺人が起きてそれが自分の娘だったとかになった場合、その犯罪者の方とあの親がズームで今だったら面会してもっと反省しろよとかって言ってるのを、その必要が全くない。なるほど、もうそれすらないってことなんだ。その人を説教者って別に過去に戻れるわけない。そうですね。だからやっぱりその先進国が作った法律とか憲法って本当に素晴らしくて、はい、そういうことがないためにちゃんと憲法とか法で統治しましょうよって言って世界がこう進んできたわけじゃん。はい。だから そしたらもう法律を変えるしかないわけ。なるほど。だからもう政治を変えるしかないわけ。はい。で、日本人が投票率が悪いとか、うん、なんか言うじゃん。はい、言います。それはみんな政治に興味関心がないわけ。はい。それは安全だから。ああ、それなんか昔麻生太郎さんが言ってましたね。そうそう、麻生太郎言ってるじゃないですか。はい、言ってます言ってます。それぐらいいい国なんだっていう。そうそうそう、そんなの全然悪くねえぞっていう。はい。なるほど。アメリカとか例えば先進国って言うんですか、発展途上国か、うん、発展途上国の方たちなんかはもう政治を知らなきゃいけないみたいな感じなんでしたっけ。いや、政治を知らなきゃいけないっていうか、もっと身近に考えたら、はい、自分がスーパーでお金を出して大事な食料を買ったわけよ、はい、これで家族を食べさせようと思ったわけよ、はい、でもそれをひったくりになったわけ。はい。辛くない。辛いですね。で、その人ふざけんなって、その人捕まえ、あのひったくったやつを殺してもいいんだけど、はい、でも何も解決しないんです。それは何にも解決しないんです。だからちょっとこういうのちょっとどうにかしないっていうのが政治じゃん、はい、それがなんか政治に声を上げるってのはそういうことじゃん。なるほど、そういうことか。だから発展途上国の人たちはもっとこうしてくれ、ああしてくれっていうので、まあ興味関心というよりも、そうそう、興味関心があるんだから。ああ、なるほど、っていう理由なんですね。逆にそのアメリカの方たちっていうのは結構政治に興味があったりするんですか。いや、政治に興味があるっていうよりも、僕はアメリカって言ってもそこの数箇所しか行ってこないから分かんないけど、はい、やっぱりアメリカの方が不安定だと思うよ、日本より。不安定っていうのはどういう観点ですか。だってアメリカだったら例えば救急車呼ばないの。呼ばないんですか。アメリカって事故るじゃん、はいはい、足が折れるじゃん、はい、絶対救急車呼ばない。呼ばない。救急車のじゃん、めっちゃ高いから。救急車はもう全部プライベートサービスだから、はい、もう呼んだらはい500万ですと言われるわけよ。だってあなたは電話をかけて緊急事態だって言って僕のことを呼び寄せて車を出させたでしょ、で治療させたでしょ、これメディカル費用半端ないよ、はいメディカル500万とか言われる。なるほど。だからみんなどんだけ事故っても歩いてる病院行くわ。自立してるよ。めちゃくちゃ自立してますね。でも同時に、はい、そういう不便だったりとか不安とかって拭いされないから稼がなくちゃいけない、はい、稼がないとまともに生活ができないの。でも日本って稼いでなくてもまともな生活できるじゃん。できますね。生活保護を受けることができるし、はい、病院に行くことができるし、はい、もうめっちゃ守られる。確かに。だからそこの社会保障は日本マジですごい。確かにすごいな。マジですごい。保険料だな。で、だからアメリカとかだと、はい、それがマジで嫌だから、はい、俺は学生の時からマジで努力して稼いだんだって言ってみんな稼ぐ人は稼ぐわけ。はい。だって自分の足が折れてるのに病院行けないとか、それが自分ならまだしも家族が行けないとかも僕は耐えられない、はい、で、お金を持ってなかったら人殺しのところで済まなくちゃいけない、それも耐えられない、はい、だから僕は昔から絶対にこんな生活は嫌だって言って稼いだんだって言った、その稼いだやつが全部税金で持ってかれて、はい、それを稼いごとの努力してないやつに配られるわけ、はい、そのムカつくだろ。ふざけんなって話ですね。だから訴えるわけ。なるほど。抗議をするわけ。それはないだろうと。それはないぞ。
でも逆にその政治っていうのはそのみんなをみんなにみんなを 見なくちゃいけないからです、はい、だからドナルド・トランプとかはそういう稼いでる人からちゃんと金を持って、でそれをちゃんと富の再分配をしましょう。だって貧乏な人これ困ってますよ、これ助けましょうよってのはドナルド・トランプ。あー、なるほど。でも日本ではなんかただの悪い人っぽい感じで、確かにただの金持ちのなんか、ね、よくいろいろ言う人みたいな、そうそう、悪い人ってイメージありましたね。でもドナルド・トランプはそういうこと、でもバイデンとかその、はい、あ違うの民主党って言われる、はい、オバマとか、はい、バイデンとか、あれその前誰だっけ、オバマその前ってことですか。あ、そうか、そうトランプか、バイデンとか あっちの民主党っていう人たちは、はい、その稼いでる人たちに優しいわけ。だからニューヨークとかカリフォルニアってその所得の高い州だと、はい、バイデンとかあのその民主党の票がポンと上がるわけ。あでハリウッドセレブとかもドナルド・トランプは絶対ダメだとかって言うよ。言いますね、はい、いろいろ言ってましたね。そうセレブは自分たちが努力して稼いできたのに、うん、トランプは自分たちの金を貧乏のために使うって言ってる。ふざけんなそんなの、確かにっていう主張なんだけど、はい、やっぱメディア戦略、イメージ戦略で、はい、そのドナルド・トランプ、僕からするとドナルド・トランプは極めてまっとうと言ってるんだけど、やっぱそのハリウッド政府に負けてしまったっていう。まあそうなんだ、うん、逆に今のバイデンさんはそういうわけじゃないんですか。知らん民主党ってのがそういう、なんだろうな、政治ビジネスなんだよ。政治とビジネス、だからオバマ大統領とかは、はい、大統領に就任してから、はい、資産が何百倍にもなったの。何百倍、個人の資産が。それおかしくない、なんかおかしいですね。なんかおかしいでしょ、はい、じゃあ結局あんだけなんか We change とか言っといてオバマケアとかいろんなのを作って結局自分の方に金流したの、自分の個人の財団とかに。なるほど。っていうのが昔からその民主党っていうそのなんだろうな、あのビジネス、はい、日本の人もそうなんだ、麻生グループでもそうなんだけど、はい、でもなんかそういう政治家がそれはもう国民のための政治っていうよりも自分たちが資産を築くための政治になってませんか、うーんっていうことに物を申してきたのが共和党のドナルド・トランプだったわけ。だってあの70歳とかのおじいちゃんがもうトランプタワー、世界中にトランプタワーっていうすげえ、もう世界一っても言ってぐらいの資産家、不動産を持ってて、で70歳になってなんで政治やる、あんなエネルギーのいること。確かに、だってもうあっちのオバマとか、はい、あのバイデンとかより全然金持ってない。なるほど。もう頑張る必要ないじゃん、はい、それはドナルド・トランプがすると、いや俺はもう稼いだと、稼いだら困ってる人たちに使うのがお前政治だろ。あなるほど。なのにいつまでアメリカはお前その政治っていうのを使って商売やってるなっていう、まあ、商売は自分でやると俺みたく、っていうのがドナルド・トランプ。すごいいい人ですね。いやすごいいい人なんだだから、はい、その俺はアメリカ人を大事にすると、アメリカがアメリカファーストだっつって、はい、小池理子の都民ファースト。